はい、どうもこんにちは、コウスケでございます。さあ、今回ね、短めの動画ですが、めちゃめちゃ内容は濃いです。なんとですね、海外メディアバラエティがディズニープラスにて、現在、デアデビルの新ドラマシリーズが計画中であること、こちらね、海外メディアバラエティほか、IGN やね、コミックブックドットコムなど、大手メディアが数々報じていることもありまして、おそらくこれは確定で間違いないかなというふうに思います。今回判明した情報によると、このね、デアデビルの新シリーズっていうものがですね、ディズニープラスで計画されているようで、その制作総指揮と脚本にマット・コーマンとクリス・オードっていうね、このコンビが就任したことが判明しています。まあ、この二人はですね、海外ドラマのコバート・アフェアっていうね、現在フールで日本でも配信中のドラマ、CIA のね、女性捜査官の海外ドラマシリーズの制作をね、務めたコンビということで、まあ、スリリングな展開っていうところはね、期待できるんじゃないかなというふうに思います。まあ、今回のね、この情報で一番のね、謎っていうのは、このね、シリーズが、大元のね、総勢であるバラエティが、ニューシリーズであるということで記載していることです。果たしてこれは、MCU 側での正式なリブートとして展開されるのか、まあ、またまた、ネットフリックスのことはね、前提として置いといて、シーズン4的な立ち位置でね、引き続き制作されていくのか、まあ、ただね、スパイダーマン、ノーウェイホームで登場したデアデビルがですね、あのデアデビルがね、時系列的には、デアデビルシーズン3の後の話だよということがね、確かどっかから発表されていたと思います。またヴィンセント・ドノフリオを演じるね、キングピンもつい最近ね、MCU ドラマ、ホークアイでね、登場したこともありまして、また今後エコーのね、ドラマもね、公開されますので、まあ、そのエコーのね、ドラマシリーズの中でこのヴィンセント・ドノフリオを演じるキングピンが登場しても、まあ、おかしくないような感じがします。まあ、そうなってくると、僕がね、正直、非常に怖く思っているのは、やはり、ヴィンセント・ドノフリオを演じるキングピンがね、僕らが見てきたデアレベルのキングピンとは全く、かけ離れた、イメージでね、ホークアイで登場したことです。ドノフリオを演じるキングピンといえばね、もうめちゃめちゃなことをして、ね、愛する人のためだったら自分のね、思う通りにならなかったら、本当に平気でね、人を、殴り倒す、そしてしまいにはね、もうその命まで奪ってしまうような、ヴィランだったわけですが、ホークアイではね、そんな雰囲気は全くなく、ただただでかいおじさんとしてね登場してきたわけですから、正直ね、ちょっとホークアイのキングピンにはね、正直がっかりしてる部分もあります。まあ、ディズニープラスで今回ね、デアレビルが制作されるっていうことですので、まあ、多少のね、残虐的なシーンっていうのは、まあね、ここ最近だと結構そういったところもね、ディズニーはね、許してくれてる部分あると思いますので、まあ、ネットフリックスに近い形でね、制作してくれればと思うんですけども、果たしてディズニーはね、どこまでネットフリックスのデアレビルを許してくれるんでしょうか。さあ、またね、デアレビルに関する新しい情報入り次第、こちらのチャンネルでもね、ご紹介していければと思います。さあ、ディズニープラス版デアレビル楽しみだよと思った方は高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。以上、コウスケでございました。